それでは田村陽介選手のインタビューを始めさせていただきます。まず試合を終えての感想をお聞かせください。まあ正直何もできなかったんで、まあ、やっぱり深瀬選手ってやっぱり一流トップでやってきた人は強いんだなっていうのを思ってます。はい、ありがとうございます。続いて相手選手の対戦してみての印象をお聞かせください。対峙してみて体とかもそんなに大きくなかったんで、まあ、いけるかなと思って、まあ、冷静だったんですけど、最初にダウンもらったのが全然見えてなくて、でまた続けざまにダウンもらって結構効いちゃってて、で、まあ、最後2回目ダウンしてから、まあ、自分のパンチとかも結構当たってたと思うんですけど、まあ、ちょっとやられちゃいましたね。ありがとうございます。それではプレスの方から何かご質問ございますか。実際戦ってみて、あの試合ブランクは感じましたか、自分の動きを。ブランクは感じる前にやられたというか、まあ、本当に冷静に、すごい冷静だったんですけど、まあ、ちょっと見えてパンチが見えてなくてもらっちゃったっていうのがやっぱり、まあ、9年ぶりっていうのがその差が出たのかなと思います。その復帰戦がこういう形だったわけですが、この先っていうのは。ああもう考えられないですね。まあ、今までで、まあ、一番練習してきて、まあ、これなんで、まあ、全然なんていうんですかね、まあ、自分としても最後まで諦めずに戦ったので、まあ、試合自体に対しては後悔はないんで、まあ、本当に深瀬選手は強いんだなっていうので、まあ、トップの人は相当強いんだろうなっていうのがすごい身に染みて感じました。ありがとうございます。他にご質問ございますか。それでは最後にカメラに向けてファンの皆さんにメッセージの方をお願いいたします。はい、地元ということで、まあ、多くの人が応援にも駆けつけてくれてたんですけども、こんな不甲斐ない試合になってしまって本当に申し訳ないです。はい、以上です。ありがとうございます。以上で田村陽介選手のインタビューを終了いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。